キラととィうゴを着て、祭りに臨むブータン女性キラはブータンで、伝統的に着用される女性の民族衣装。隣国インドのサリーの影響を受けて発展したもので、一枚布を複雑に体に巻いて、ワンピースのように着用する形式だが、着装法や特殊な環境への適応などの、独自性から、衣服文化学の世界では、得意な存在である。 キラは長さ2.5メートル竹1.4メートルのティマチューブから頭部の過程で自作されているを縫い合わせた厚手の一枚布で、まずスリップを着た後左肩右脇左肩、右肩左脇右肩を通って、両肩をブローチで留めて腰に細い腰帯を締めて着付ける。キラだけでは露出する両腕を覆うものとして、下に長袖のブラウスを身につけたり、長袖の上着を羽織るなどする。 さらに、男性の語におけるカムニにあたるものとして、ラチューと呼ばれる肩掛けを身につけ、オブイヒモや財布のようにして使う。キラを着たブータンの女性ブータン王国の国土のほとんどは、冷涼な山岳地帯である。キラは、インドの文化的影響を受けているため構造としては、熱帯地方に多い神型に分類されるが、インドは大陸や、東南アジア地方では、 同型の民族衣装は通気性に優れ着脱が、簡便な衣装として、温暖湿潤な気候に対応している。しかし、冷涼な産地気候のブータンではキラは、目の詰まった厚手の織物で作られ、蒸気の複雑な着付けによって、体を何重にも保護することができ、産地の強い風を防ぎ体を暖かく保つ目的に、かなったものになっている。ありがとうございます。